どうもこんにちは。山本太郎さんを率いる令和新選組は確かに少数政党です。少数政党なんで圧倒的勢力の自民党には数ではかなわないでしょう。まあそれもね、今の時点では数ではなかなかかなわないと思います。だから活動を進めていって数を広げようとしてるっていうのが、まああの行動力になるんじゃないかなと思います。逆に自民党って議席増やしてますかね。多分もう頭打ちなんじゃないかなと思います。そして自民党は 超高齢化です10年経ったら主要大物議員は全員いなくなります。まあ人の精神にかかることなんであまり大きな声で言いませんけども実際の年齢を勘案してみると今国会でもしくは自民党の、まあ、重鎮でね顔を見る人って、まあ、10年経ったらきれいさっぱりいなくなるんじゃないですかね。で今後後輩の育成とか若手の育成ってことになると 今度は、ね、減税勢力ってていうのが控えてるわけですよ50代60代と中心としたいわゆる自民党の若手と言われてるものは50代60代ですからねそれから新しい財政観を持ったいわゆる積極財政主義っていうのはその下に控えてます、まあ、つまり自民党自体が立ち位置を変えるんではないかなというふうなことは思いますね、まあ、その時におそらくれい新選組とか参政党とかね新しい勢力の NHK 党といったものが 少数であり、えー、発信してきたところに耳を傾けそれを実現さすそんな未来が来るんではないかなと思いますねもちろんあの人数のバランスが大きく変わるってこともあり得ますそれからねうんやっぱり数の力だけじゃないんですよ実はあの民主主義っていうのは多数決のことではないんですよね実は民主主義っていうのは基本的には大多数の人が手を挙げて決めるんですけども 少数が全体を動かす原理っていうのもあるわけなんですよ。まあ、ですんでそこが希望じゃないですかね。世の中って一部の天才がいろんなテクノロジーを開発してそれを大多数のよく分かってない人が支持して使ってるじゃないですか。スマートフォンもそうですよね。利用者のほとんどはスマートフォンを作ることができません。スマートフォンの発想すらなかったわけですよ。そそう考えていくとその少数決 多数決に対して少数決ってものが芽生えるのがこれからの新しい資本主義ではないかなと思いますよね。ということで今回もいってらっしゃい。